皆さんどうも、地元部部長のプロボーカル慶吾です。ということでですね、前回からですね、アミューズチャンネルオリジナルコンテンツ部活3つ目の部活動ということで地元部スタートしまして、今回の、部員の方はこの方です。はい、こんにちは。アミューズ所属、アミューズ所属声優アーティストの長月佳菜子です。やだアミューズ所属とか言わないから。そうですねめちゃめちゃ言いにくかったね。確かにアミューズ所属って言わないですよ。ということで、高月さんとは実はあの、まあ、僕らが出るライブイベントとかでご一緒させてもらったりとか、ね、本当にもうご挨拶そうですよね、やらせていただいてぐらいしか。そうなんですよね。はい、はい、なので今回お話できて嬉しいです。こちら部長。そうですよ、部長なんです。なんでお前だって言われてました。一応部長やらせていただいてるので、お願いします。お願いします。ということで、今日はですね、高月さんの地元だったりとか、はい、きっかけになった場所とかをですね、うん、ストリートビューで。おー、ストリートビューを使うのも初めて。いや、なかなかね、自分では使わないですよ。使わないですね、全然。ね、地元のこう話とかするのもあんまりしたことがない。あ、本当ですか？そうなんですよ、ざっくりここら辺みたいな。やりましたね。需要があるかな。地元部、おい。いいとこ目ついてんじゃねえか、やっぱり。大好評ということでね。大好評らしいんで。出れて嬉しいです。ということで、それでは早速、高月さんのまず地元ですかね。はい、地元、はい、生まれたところですかね。はい、こちらはどちらになりますか。はい、これは、神戸の総合運動公園、はい、書いてあるんですけど、はい、あの今はホットモットフィールド神戸っていう名前にね、はい、やってるみたいなんですけど、はい、ここの近くの、あのマンションに住んでたなっていう、こう記憶が。ああ、そうなんですね。時に私もほとんどこの時も2、3歳ぐらいで引っ越しをしてるので、ほぼほぼ記憶にないんですけど。あ、なるほど。もう本当に生まれた場所ですか。はい、で、そのマンションの前に、うん、その当時は確かグリーンスタジアム、はいはい、グリーンスタジアム神戸、はい、呼んでたんですけど、があったなっていう記憶が。なるほど。そうなんですね。あ、じゃあこの近くに、うん、住んでらっしゃって。はい、その近くにあって。だいたいマンションの場所とかって覚えてます？マンションの場所でもマンション自体の外観がめちゃくちゃグリーンだった記憶があって。グリーンスタジアムのね。そうそう、近くでね。グリーンマンションってなんか呼んでたような気がするんですよ。グリーンスタジアムのそばのグリーンマンション。グリーンマンション、そうなんです。まあ、ただ、私が生まれて1歳の時に、はいはい、この神戸 の、 あの阪神淡路大震災があったので、はいはい、その時の記憶よりもやっぱり周りが綺麗になっているんじゃないかなっていう感じは。あ、なるほど。あ、1歳の頃がその震災があったんですか。はい、ちょうどこの頃過ぎたんで。高校2年生でした。なんだろう、年の差を今感じています。ぐるっと回れたりするのかな。あ、中も見れるんですよ。オリックスの劇団だと思う。あ、おお、すごい。おお、中だ。野球は見たことあるんですか、ここに。野球ないです。あ、野球はないんだ。ないです。すごい、ここすごいいい、あ、いいっすね、フィールドですね。ライブとかってやったりするんですか、ね、あ、スタジアムライブとかね、凱旋ライブ、凱旋ライブ、うん、ここで生まれたぜ、イエーイ。そうそう、近くのグリーンマンションだったぜ。緑色にそう。そう。衣装もコンセプトありますもんね。そしたらグリーン、あー、でもいいですね、綺麗なスタジアムです ね、 ね、天気もいい。で、あの、お引越しされたって言ってましたけど。そうなんです。まあ、父親サラリーマンなんですけど、はいはい、転勤が多くて、あ、ちょっと長く住んでた、はいはい、小学生時代一番記憶に多いのが、うんうん、横浜に。あ、横浜。はい、わ、また全然関西から。そうなんですよ、急に関東、関東、初関東に。じゃあちょっとその横浜に、横浜に飛んでみましょうか。じゃあ転校とかも何回も知ったってことですか。ですね、小学校は3校。その緊張の初日が何回も来るわけじゃないですか。ああ、そうですね。転校してきた高月さんですみたいな。
そんなに緊張しなくもなんかやっぱ馬鹿進んでるんですあ、なされる、なれる。初めましての場数が結構あの多かったんで。そっか、もうちょっと挨拶も、はい、挨拶もこうテンプレートができてくるみたいな。そうですね、まあ、結構ドンと構えてる。ああ、そうか、そうなっていくのか、うん、とりあえず、とりあえずそうですね。なんかここら辺に落としてみます。ストリートビューみたいな。ほーい、あ、高架下、ここ駅、駅、駅前、前ですね、これね。マクドナルドがあるということは駅前ですよね。これ横浜の、ここは何駅だ。は青葉台駅。青葉台駅、はい、青葉台に、小学校2年生から6年生まで、はい、あ、じゃあ、まあ、バチ小学校時代は本当に青葉台、はい、青葉台に。え、変わってますやっぱ。いや、変わってると思います。おでも、あんまり小学生の時、駅まで、そ、あ、そうか、そうか、行動範囲ね。そうなんですよ、しなかったんですけど、でも駅前のゲーセンによく急に、あんまり駅前行ったことないって言ってた。駅前のゲーセンで、ゲーセンには行ってた。プリクラがすごい、はい、あー、そうか、みんな都会っ子だったんですよ、すごい周りが、うんうんうん、なんで、もう毎日プリクラ取りに行ったりとか。あ、そっか、女の子はね、はい、そうですね、びっくり、変わっちゃってんの。そうじゃないそうじゃない、そっちはやったごめんなさい、俺のゲーセンの中のイメージだごめんなさいね、ギャッえ、でも意外と小学校時代はどうでした、こう友達と外で遊んでたとか。あ、そうですね、小学校、その横浜に引っ越してからは、うん、結構活発に遊んでて、周りの友達がすごく多くて、はい、社宅だったんですけど、はいはいはい、なんでこうみんなで毎日ローラーブレードとかしてるのか出ましたよそれやりますよね。そう、ローラーブレードして、はい、もうただローラーブレードだけですよさっき講師が言ったのはローラースケートあ、前回。あ、そうなんですね、みんなやってるもん。そう、あのうちらの時代は光源氏さんがジャニーズのもう超流行ってて、でみんなローラースケートだったんですよ。それ多分もうね、便利なね、こう一本になったんですねブレードになった。高槻さんの時代はブレードか、あのなんか普通のスニーカー あのかかとの部分にだけいましたね。あれあったじゃないですか、はい、あれがあるとヒエラルキーが高い。あ、やっぱりそう、それ持ってんの。そういたいた、もう、うん、だからもうなんかこうそういうおもちゃ屋さんとか行くと、はいはいはい、それで走らないでくださいみたいな張り紙がしてあるんですよね。スーパーとか行くとね、スーッて女の子とかがスーッてはぁってなるんですよ。あれめちゃくちゃ羨ましかったです、ね、いや、 やっぱりあれはもう持ってたらちょっとそうです、すごいみたいな、すごい、あ、一人っ子かなみたいな気になるんだね、あの子は一人っ子か、お金持ちかな、一人っ子みたいな。うち3人姉妹なんで。あー、なるほど。基本そういうの買ってもらえなかったね。そうですよね、ごっついなんかもうローラーブレードでバチンバチンで止めてねて、はい、やってましたね。へ、そうなんですね、うん。はいはいはい、公園に裸のおじさんが出没してなんで、なんで絶対全土地にいるんですか運動会のテーマソングがあって、はいはいはい、はい、スポーツフェスティバルイン青葉台、うわーがあって、オリジナルオリジナルソングがあるんだ。グッバイ。